ほい、こんな夜中にどうしたの？パート2やっていきます。近くに洞窟があったのでちゃちゃっと制圧しちゃいましょう。渓谷発見。ここもそのうち行ってみたいですね。ふむ、渓谷以外結構小さい感じか。しばらくはここら辺りを採掘拠点にしても良さそうですね。1.17 から追加された銅を精錬します。銅が発表された時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。バニラでは追加されたばかりだからなのか、まだまだ用途の少ない銅ですが、この環境だと結構いろいろなことに使えます。はい、銅のツルハシです。ちなみに銅のツールは、開発側の方針上バニラで追加されることはないようです。まあ仮に追加しても、銅という金属の性質上、かなり微妙な性能になりそうですし、追加しないのはある意味正解なのかも。ちなみにこのモッドは、いろいろとあってコンを抜くことになります。このモッドの開発者さん申し訳ない。このようにこのシリーズではたびたび、モッドの入れ替えが行われます。遠征中に手に入れた竹を植えておく。建築するのがちょっと好きな、私にとってはほぼ必須アイテム。はい。洞窟をいい感じに整備しました。ここからもっと洞窟内をいい感じにしていくぞ。ふむふむ。こんな感じに乱雑に樽を置いていったらいい感じになるかな。朝日が眩しいぜ。
ブランチマイニングをするために直下掘りをする。まあ、ブランチマイニングをするためというより、1.18 の醍醐味の一つでもある。クソデカ洞窟を探索するためだけど、クソデカ洞窟の探索は飽きなくて、結構好きです。高確率で迷子になるけど。ここは山岳地帯だから、シルバーフィッシュが湧くんでしたね。めっちゃ湧くじゃん。これは厄介。ヘブシ。なんやかんやで早速洞窟にぶち当たりました。クソデカ洞窟じゃなかったけど、掘っていけばそのうち嫌でも当たるでしょう。ここら辺の鉱石生成なんだか、ちょっと変ですね。む、花崗岩の中に、違和感ある感じに銅が紛れてる。ここってもしかして、間違いない。銅鉱脈ですね。これはなかなかにラッキーなのでは？このバージョンでサバイバルやるのが、ほぼ初めてというのもあって、実物は初めて見ました。の原石も紛れてる。少し鉱脈から銅を掘ってきました。これで当分銅には困らなそう。堂々とできますね。
はい、洞窟探索で廃校を見つけたりしてきましたが、見どころはあまりなかったため、オブゼンカットじゃ、ごめんね。はい、すべての荷物を採掘所に持ってきました。竹も植えておくよ。ファントムも湧くね。今回はファントム対策のアイテムもあったりする。それがこちら、キャンプチェア。これにカーペットをかぶせた状態で座ると、ファントムの出現する周期がリセットされるのだ。寝れないこの環境では、結構使えるアイテムだと思う。多分。羊毛を取っていたらハビタトのカブルームを発見。この植物は触ると小規模な爆発を起こし、結構うつとうしかったりする。こんな感じに投げることもできるけど、武器としてハビにおい。でも手軽に序盤に食料を取れるのはありがたい。あと、もっと構成の都合上役に立つ効果があるんだけど、それの解説は今はやめておき、なんか臭いから。スプルメンタリスのフルートを作ってみる。座ってないペットを呼ぶことができる効果があるんだけど、こんな感じに演奏できるのがいいんだよね。スプルメンタリスの解説はいつかどこかで詳しくやれたらいいなぁと考えてるよ。マジックツリーですね。この木の苗に葉コップも与えると 10% の確率で爆発するみたいだから、気をつけないとね。栄養失調になってしまいましたね。この状態は栄養素が不足すると発生するもので、移動速度が低下したりとデバフを受けてしまいます。先ほどの画面にある通り、特定の栄養素を含まないものを食べ過ぎたり食べなさすぎたりするとこの状態になってしまいます。逆にいろいろなものをバランスよく食べることにより体力が増えたりなどの恩恵を得ることもできます。ちなみに先ほど紹介したカブルームはなんと何一つ栄養素を持っていません。そのためいくら食べても平気です。逆に言うとこればっかり食べてると栄養失調を免れることができません。なのでこれはある意味、ダイエットフードかもしれませんね。結局がっつり解説してきました。クモスポナーを発見。箱の中身は何だろう。はい。
ヘブシ。無事地下マイナスの靴でか洞窟に、ぶち当たりました。この高度だと結構そこらに、ダイヤが、散らばっているので、収穫が楽しみです。なんかやけに重いと思って、試しに、エフェクティブというモッドを、抜いてみたら、軽くなりました。どうやらエフェクティブのエフェクトが、多すぎたのが原因のようですね。鉄鉱脈も見つけてしまった。その近くにアメジストもあった。なんかやけに運いいですね、うん。せっかくなのでアメジストを、芽生えたアメジスト以外すべて、掘ってみます。理由は特にない。あるとしたら採掘音が心地よいってことぐらい。はい。掘り抜きました。という感じで、今回はここまでです。次回が最終回です。1.18.2 が出たので、大幅にモッドを変える必要があったり、別シリーズも計画してたりするので、どうかお許しを。それでは、いい真夜中を。投稿遅れて申し訳ない。